あなたの名字を教えてくれる？名前は？それじゃあ、あだ名は？誕生日と血液型も教えてね。これでいい？あなたの名字を教えてくれる？名前は？それじゃあ、あだ名は？誕生日と血液型も教えてね。これでいい？私の誕生日と血液型は覚えてる？これでいい？何しけた面してんだよ。俺、早乙女よしお。これからよろしくな。お前は何て言うんだ？あ、来たわよ。素敵。なんだ、急に女子が騒ぎ出したぞ。この僕のことを知らない者はいないと思うが、僕が理事長の孫の伊集院レイだ。同じクラスの男性諸君には悪いが、まあ仲良くやっていこうじゃないか。伊集院って、あの金持ちのか。嫌なクラスになっちまったな。皆さん、はじめまして。名前は藤崎しおりです。趣味は音楽鑑賞で、クラシックとかをよく聴きます。皆さん、これからよろしくお願いします。かわいい。藤崎しおりちゃんか。このクラスでよかったぜ。あ、今お前のこと見たぞ。あの子知ってるのか？
なのか。じゃあ彼女の誕生日は。血液型は。趣味は。あ、そうか、スリーサイズは。よし、チェックだチェック。ま、女の子のことで知りたいことがあったら俺に連絡しな。力になるぜ。それよりも、お前この高校の伝説知ってるか。ほら、そこの窓からでっかい木が見えるだろ。あの木の下で女の子に告白されると永遠に幸せな関係になれるんだってよ。誰が言ったか知らねえが、羨ましい話だな。ごめんなさい、その日は用事があるの。せっかく誘ってくれたのに。また今度誘ってね。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし。ごめんね、さよなら。そうだな。あ、危ない。あ、いったい。大丈夫じゃないわよ。早く起こしなさいよね。まあいいわ、許してあげる。あなた、お名前は。それじゃ。
前知らん。いいよな、お前名前覚えてもらえて。ボールが左に動いているときは L ボタン、右に動いて、しょうがないね。毎月第3日曜日はクラブの日なので休まないように。一緒に帰って友達に噂とかされると恥ずかしいし、ごめんね。
一緒に帰って。ごめん。ところよ。もうこんな公園には、今日はとても楽しかった。それじゃ帰ります。私、おう、お前も入るか？はい、早乙女です。お、よくかけてきてる。もちろん。評価が女の子のお前に対するこんなところ。
いさっき指揮。あったあった。耳。で、どこだな。何ってことよ。君は今日クラブを休んでしまったようなので退部してもらう。